はい、皆さんこんにちは。榊敦史でございます。4時半を回りました。だんだん暗くなってきていますね。11月は7日でございます。はい、ですね、ドルウォンはですね、1310とうとう1310乗せてしまいましたね。今日はじわじわとウォン安方面に来ています。まあ言うてね、でも一時1350まで行ってましたから、それに比べたらマシやんと思いますけどね。で、ドル円どうでしょうね。 150.34 と、まあまだ、まあ、じわっとこっちも来てますね。じわっと円安ですけども、まあ言うてそんな大丈夫はないって。はい、まだ香港やってるみたいですね。 269.61 ですね、マイナスが。原油ね、79.89 と、久々に80を割ったかなという感じですね。さて、そのウォンの国ですね、韓国ですけども、中国とですね、うちゃうちゃってあるんですね。まあ、非常に韓国と中国の関係って複雑なんですよ。政権が変わるとね、こうちょっと風向きが変わったかなみたいな感じになったりもするんですけど、基本的にはですね、中国が韓国をですね、こつき回しているというイメージですね。もういかにもですね、見下してですね、こう小突き回して、おらお前みたいな感じでやってるというイメージです。で、韓国もそれに甘んじているというイメージ。日本に対しては偉そうにするんですけども、中国に対してはいすみませんっていう感じなんですね。まあ分かりやすくですね、強気に弱く、弱気に弱気、日本弱くもないんですけど、まあ、あれですね、言えるところにはギャンギャン言うという、まあ、そういう感じですね。面白い国ですっていうか、まあ、中国と韓国ってね、僕らから見るとね、どっちも嫌な国なんですよ。嫌だっていうか、もうなんていうか、こう理屈が通じにくいですね。真っ当な話ができにくい国でですね、まあお互い性格悪いやお前らみたいな、そういう人間でもいるでしょ、性格悪いやつ同士喧嘩してる場合もあれば、つるんでる場合もありますけども、そういう感じですね。で、まあ、中国がジャイアンですね。で、韓国がですね、なんていうかな、スネ夫ですね。そんな感じですね、簡単に言えば。簡単にはそんな感じです。じゃあ、日本は伸びたかって感じですけど。ですね、著作オンラインにこんな記事が出てます。昨日の17時02分。米国歌手は良くても韓国歌手はダメ。中国依然として玄関令に固執と。玄関令といいますのは、限られたですね、韓国の官ですね。で、命令の令ですね。玄関令といいます。中国、今年は外国人の商業公演を認めたが、韓国歌手の本土公演は事実上不可能。FTA 交渉でも文化解放に否定的な中国。中国の公演市場は8兆円規模、業界には焦りというリードでありました。まあもう本文読みませんけどもですね、アメリカの歌手はですね、中国でですね、公演ができるわけですね。なんせね、でかい国ですからですね、その一人いくらですか、これは3万8500円でですね、で、何千人かやってるわけですね。で、まあ要は稼げるわけですよ。中国に行ってですね、公演をすると、その市場規模が日本円にして約8兆円あるってですね。で、昔はですね、韓国の芸能人、歌手、タレントもですね、中国へ出稼ぎに行ってですね、荒稼ぎをしていた時代があるんですね。それがある時急にですね、こう締め出されてしまったっていうのがあります。2016年かな、パククネというオバハンが大統領の時にですね、パククネがアメリカに押し切られてですね、サード、高高度ミサイル防衛システムというものを導入したんですね。で、導入してそれをですね、翌年設置したのかな、2017年、に設置したんですけども、これに中国がですね、むちゃくちゃ反発をしましてですね、いろんな意地悪を始めました。それが玄関令と言われます。その一つがですね、韓流タレントの活動禁止です。これははっきりとですね、その何て言いますかね、明文化されていません。突然強化されなくなったんですね。
で、ですね、突然仕事がなくなったんです。中国国内で活躍していた韓流タレントが。だから続々帰国をしました。大体2017年頃ですね、それが。で、あとはですね、韓国製のですね、コンピューターゲームはですね、輸入禁止。向こうはですね、タレントの公演もですね、そのゲームの輸入もですね、全部許可制なんですよね。当局は許可をしなくなったという。理由は明かされていません。で、あとですね、何やったかな、あと団体旅行の禁止ですね。それまでですね、中国の人たちって割と近いんで、日本よりも近いんで、船でやってきてガーッと上陸して、もういっぱい爆買いしてですね、帰っていくという光景が見られたんですけども、それも船は団体旅行ですからね、一切来なくなったんですね。もうピターッとですね、一隻も来なくなったんです。で、まあ、個人旅行は OK なんでですね、富裕層がですね、ちょろちょろ来ていたという状態ですね。になってですね、こう、お隣さんでですね、そっち方面でですね、ビジネスをしていた方にとっては、えらいショックなことはですね、2017年です。あれからもう6年経ってるんですね。で、その2017年にですね、パク・クネさんという人がですね、大統領オバハンやったんですけど、引きずり下ろされましてですね、ろうそくでもですね、任期途中でですね、ムン・ジェインさんに変わったんですね、大統領が。前の大統領です。このムン・ジェインがですね、こびこび外交をしたんですね、中国に対して。こびこび外交をしたんですけども、その玄関令は未だに解かれていません。で、その、なんて言いますかね、こう、こびこび外交の一つがですね、散布政策というのをとってですね、アメリカの防衛システムには入りません、追加配備はしません、日米韓同盟は結びませんみたいなですね、そういうなんか勝手な自主的な約束みたいなのがあって、散布一元とか言うんですけど、もうむちゃくちゃで屈辱的なこう申し出を中国に対して行ったんですけども、中国はそんなふんって言っていまだにですね、聞いてもらえないわけですね。だからブラックピンクなんて有名なグループがありますね。アメリカでも有名ですけども、先日マカオでの公演はできました。でも本土には入れなかったんですね。で、韓国からするとですね、その要は韓国国内って人口が日本の4割なんですね。だからタレント業をやる場合、もっと人口の多い中国とかアメリカに行ってやった方が売り上げが稼げるんですね。で、韓流ってね、むちゃくちゃ厳しいこう鍛え方をするんですよ、タレントをですね。日本のジャニーズとかって見てたら踊りも甘いでしょ。昔のスマップでも嵐でも全然合ってないし揃ってないしっていうところがあって、ね、甘いんですけど、あれを徹底的にやるんですよ。とすると一糸乱れるようなですね、ダンスをやるわけであって、BTS なんてそういう感じで世界に売り出してですね、結構売れたわけですね。で、やっぱしですね、中国とアメリカ、日本っていう、まあヨーロッパはあんまりないのかな。そういったところで活躍した方が、事務所は売り上げをいっぱい稼げるわけでしてですね、裾野は広ければ広いほどいいんですけど、もう中国から今は締め出されている状態というふうになります。で、それは今も続いていてですね、その、明言されていません。中国からするとね、サードをね、取り除いたら、産んだら元に戻したんでっていうのなんですけど、一部解除されたのがですね、団体旅行ですね。で、コロナで途絶えていた、コロナで解除しようにも解除できなかったのが解除を今されて、少しだけ来てるようですね、中国人の旅行者が。船も何隻か入ったようですけども、あんまり人が乗っていないと。昨日別の動画で言いましたけども、まあ、要は7割空席というような感じでして、コロナ終わってみたらですね、実はですね、その玄関令よりもですね、どっちかというと中国自体が不景気でですね、その昔みたいにですね、このお金をいっぱい持って日本や韓国に行くというような人がですね、ワンサがいる状態ではなくなってるんではないかなと思われます。だからまあ、大人さんにしたらですね、まあ、タレントは公演できひんわ、
あのドラマ輸出できひんわ、ゲームもかあの許可されないわで、旅行者も来てくれへんわって全然あかんやんっていう世界で、じわじわじわっとですね、中国に対するですね好感度がこう弱まっているというのが現実でございます。はい、ということでこの著存ラインのですね、今ちょっとだけ最初だけ読みましたあのページを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。